私昨日の晩こっそりこの窓の鍵開けといたんです。だから開くと思います。とりあえず見てみますか。はい、そうしましょうか。旦那さん、入ってきましたよ。そうですか。あの、先覗いてきてもらってもよろしいですか。あ、はい、わかりました。旦那さん、何時に戻ってくるんですか？9時です。あと1時間ありますね。奥様もおっしゃいましたが、悪いのはあの二人です。そうですね、不倫両成敗ですよね。あと1時間。はい。あと1時間です。なのでそのうちに。悪いのはあの二人ですよね。私も。じゃあポイントとしてはプレゼントをしてあげたいとか。
褒めてあげたりとかして、その気にさせると。ええ。私の方は、まず病院に夫の退勤を確認して、それから、いつもとちょっと違う服装にしてみたり、まあそうすることによってあえてこっちの浮気を匂わせるとか。そういうことなんですね。それでなんですけど、今着てきてるんです。ちょっと見ていただけますか？あなた、私ちょっと出かけてくるから。あのね、今日ね、遅くなりそうなの。ゆっくりしてて、お家で。まあいいけどさ。って、何？どこ行くの？高校の時のお友達に会うってもう言ったじゃない。本当話聞いてないんだから。そうだっけ？ていうかさ、お前それ化粧濃くないか？え、ちょっと待って、男友達？違うわよ。もう変な想像しないで。じゃあ行ってくるわね。え、ちょっと待てよ、お前。あ、携帯電話つながらない場所にいるかもしれないから、つながらなかったらごめんね。え、どこ行くんだよ。おい、ちょっとさ。遅くないか？12時過ぎてんだよ。いいじゃない、たまには、私だってハメ外したいもの。ダメ？たまにはいいけどさ。もしかして結構飲んでんだろ？ちょっとだけね。酒くせえ。だって話盛り上がっちゃったんだもん。話盛り上がったって何それ？え、男とかいたってことそれ、ね、なあ、どうなんだよ。どうでしょう。なんで？本当に気になる？気になるよ。で、どうなんだよ。なあ、男いたんだろ？そんなこと言って、いつも私のこと構ってくれないじゃない、あなた。今日だけ気にしないでよ。わかったよ。俺は悪かったよ。でどうなんだよ。いたんだろう、男とか。なあ。男ね。いたんだろう。男か。あなたこそどうなの？え、どうってなんだよ。私病院に電話して確認したんですから。あなたが夜勤の時、病院と国出てるのに帰りが遅いのは何でかしら。
ねえ、なんでかしらね。いや、そのね。浮気してんでしょ。よし、行ってくるか。うん、行ってらっしゃい。気をつけてね。あ、おい、お前、それはまずいだろ。じゃあ行ってくるか。行ってらっしゃい。そうですね。不倫両成敗ですよね。あと1時間。はい、あと1時間です。なのでそのうちに悪いのはあの二人ですよね。来るから。あ、あのね、今日ね、遅くなりそうなの。ゆっくりしてて、お家で。まあいいけどさ。て、何？どこ行くの？高校の時のお友達に会うってもう言ったじゃない。ほんと話聞いてないんだから。そうだっけ。ていうかさ、お前それ化粧濃くないか。え、ちょっと待って、男友達？違うわよ、もう変な想像しないで。じゃあ行ってくるわね。え、ちょっと待ってよ。あ、携帯電話つながらない場所にいるかもしれないから。繋がらなかったらごめんね。え、どこ行くんだよ。おい、ちょっとさ。
り。あら、あなた起きてたの？起きてたよ。ていうか、まあ、遅くない？私も。じゃあポイントとしてはプレゼントをしてあげたりとか褒めてあげたりとかしてその気にさせると。ええ、私の方はまず病院に夫の退勤を確認して、それからいつもとちょっと違う服装にしてみたり、まあ、そうすることによってあえてこっちの浮気を匂わせるとか。そういうことなんですね。それでなんですけど、今できてるんです。ちょっと見ていただけますか？え？あなた、私ちょっと出かけて。旦那さん。入ってきましたよ。そうですか。先覗いてきてもらってもよろしいですか？あ、はい。わかりました。旦那さん、何時に戻ってくるんですか？9時です。あと1時間ありますね。奥様もおっしゃいましたが、悪いのはあの二人です。私昨日の晩こっそりこの窓の鍵開けといたんです。だから開くと思います。とりあえず見てみますか？あ、はい、そうしましょうか。